ちょっとね、急にいきなりねドラちゃんと当たったんで録音し始めました、録画し始めました。なんでドア玉ね、僕から先行っていうことでスタートいたします。まずね、ディアンヌちゃんの議員札を使いメリオダスで殴ってく急だったからさ、いきなり録画ソフト立ち上げてさ、今急に録音し始めてるからさ焦ってただ奇跡的にね上取れたっていうのがねちょっと面白い。あれだね、リリアをバフかけてめっちゃ火力で殴ってくるパーティーだね。確かにめっちゃ食らう。確かに確かに。ただこちらにはね、バフ解除の札があるスカジさんと、あとバフデバフがつくほどこう輝くスカジさんがいるんでね、どんどん行きましょう。まずメリオダスで殴って割る、スカジでデバフをつけるで、バフ解除イエフー。あ、でもバフ解除からやればよかった。あー、しまった。バフ解除やってから殴ってきゃいいやん。シールドもバフじゃん。何、シールド割るっていうね。最近ね、ハーレクイーンのシールドばっか割ってたから、しまった。でやー、はやー。まあそれじゃあディアンヌちゃんはやられんと。よし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 、どうしよっかなー。あー、まあアーサー必殺溜まってるけど別に、とりあえずバフ消してメリオダスでリリア落とす知らねえ、アーサーの必殺とか知らねえ。殴れメリオダス、やっちゃった。よし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 、14万、ワンチャン落ちそう。耐えて、これは耐えれるでしょ。よし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 、ほらほらほら、リリアが動くじゃん。いやー、これこれ怖い怖い、これこれ落ちたかな、さすがに。いやー、これ落ちるわ。あー、でメリオダスの必殺を下げる。だってだったらこれワンチャンメラスキラ倒すのもありだなね。全体的にステータス下げてこ。わあ、よし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 、来た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 。これでリリアのね、よし、火力もだいぶ下がるでしょう。はいはい、バチコン、はいナイス、はいナイス。よしよし、ここでねリリアから移ったのはナイス判断ですね。リリアで消滅をつけてくるからのメリオダスを、よし耐えた。うわ、もういっちゃう。はい、耐えた。これはいただきます必殺からの、もうこれは必殺で落ちるんじゃないか。よっしゃ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 、ナイス。はい、ここから最後とどめでございます。対戦ありがとうございました。スカジのね大好物みたいなパーティーだったね。対戦ありがとうございました。それでは改めまして、高木さんちの今日のご飯にようこそ。高木です。はい、ということでね、ドラちゃんと戦っちゃったんでね、そのまま動画撮り始めようかなと思います。今回は久々にねスカジを輝かせようと、このパーティーでございます。すぐね狙われてやられちゃうから、タルミエルをディアンヌちゃんじゃなくてね、あえてスカジに使っております、つけております。滑舌よまああとはね、東急飯ね、上からいければいいかなっていう感じのメリオダスとディアンヌちゃんを結構軸にした火力系のパーティーになるのかな。はい、ということで、なんかビジュアルは完全にね、人間に捕まった宇宙人みたいなパーティーですが、やっていきたいと思います。ということで本日もレッツゴーセル。それでは2戦目対戦よろしくお願いいたします。うー、これは上から取られる。しかも水着マーリンさんがいるだけで悲しくなるほら来た。いやー、ディアンヌちゃんこれやばいじゃん、いきなり。はいはいはい、消滅もつけられる。いやー、もうこれダメだ、これもダメだよ。貯めるしかない、メリオダス貯めよう。でも消滅かかるから。あーあーあああ、キャー、もう無理。ヒー、ディアンヌちゃん、うわー、もうそれでマーリンさんの札あるとか、もう無理だよ、何もできないよ。
さようならだよ。リリアでメディアタスを殴る殴る、メディアタスやられる。殴られ、殴られ、はい、対戦ありがとうございました。いや、一等的すぎる。それでは対戦よろしくお願いいたします。おー、フェスゴーセル、最近結構さ、フェスゴーセル使ってる方多いっすよね。うん、なんかディアンヌちゃんのばっかり来るな。重ねるか、重ねてスカジでもやっとくか。こうやっとけばね、回避されても、ほら来たかい、ほら来たかいね、こっちにデバフはつくからね、全然オッケー、回避してくれてオッケッケー、オッケー牧場。ディアンヌのシールド、ゴーセルを貯めつつ投げてくる。重ねてもよかったんじゃない。メリオダス重ね、ディアンヌ、メリオダス、2人をバランスよく必殺貯めてって、まだね、ディアンヌのね、ぐるぐるの効力が残ってる間にメリオダスね、必殺で肩をつけてくる。はい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 、これのね、銀色があったら結構怖かった。ラッシュ、メリオダススカジでつけて、メリオダス殴って、ディアンヌで一発やっとけば2人必殺溜まっちゃうよーんと。よし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 、やっちゃって、いやー、惜しい惜しい惜しい。さあ、ここでディアンヌが持ちこたえてくれれば、もしくはもうゴーセルの銀札以上がなければ、ハイジャックの。ゴーセル動いてたね。うわ、めっちゃ食らう。マジか、やばい、これでゴーセル普通に殴るだけでもアウトやん。ヒー、マジか。うおー、しかも相手必殺溜まっとる。はい、これはおしまいかな。はい、対戦ありがとうございました。お見事。いや、ゴーセル強いじゃん。やっぱゴーセル使おうかな今度。それでは対戦よろしくお願いいたします。ほう、来た、本日、おお、投球取られる。これでスカジさえ生きてればカモですよ。本日2人目のカモですよ、ドラちゃんに続き。おお、メリオダス、よし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 、だったらいい、スカジに来なきゃいい。よし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 、うっしゃ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 、それスカジに打って来られてたらやばいかったけど、スカジを生き残らせたのが全ての範囲だぜと、それがお前の罪だぜ。ディアンヌを貯めてこう。せっかくディアンヌ周りめっちゃある。いけ、よしよしよし、はいはい、回復禁止、やばい、ゴーセルじゃないわ、メリオダス、そろそろ落ちるかな。よしよしよし、よかったよかった。じゃあディアンヌちゃん、やっちゃって。まあまあ減ってる、まあまあ減ってる。スカジパワー、まずデバフで相手のステータス下げ、いけ、ディアンヌちゃん、やっちゃって。ああ、だったら全体攻撃にすればよかった。ウェイ、メリオダスの全体攻撃にすればよかった。ちょうど回復もするし、いや、回復しねえや、食らいやがれ。うお、ヒー、フェスカめっちゃ回復してく。ディアンヌちゃんやられないや。よし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 、耐えた、よく耐えた、よく耐えた。これしかないかな。今日はいなくなるかもしれんけど、フェスカを倒してほしい。頼む、フェスカを倒せ。ああ、うっそ、これでスカジがただの巨人になってしまう。やばい、あ
やばい、生きてディアンヌちゃん、ひー、あーよかったよかったよかった、これでこれでフェスカを倒しちゃってよ、フェスカを殴る、ダイエッセセセセス、ゼルドリスを殴る、よし、スカジの攻撃とかでも落ちてたな、これはやっちゃった、いけ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 、おっす、はい、ということで対戦ありがとうございました。最近ねちょっとだけねデバフをつけてくるパーティーをたまたまね何回か連続で当たったんで、久しぶりにねスカジ使ってやってみたら、まあ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 当たるところが良ければ勝てる、それ以外には負けるという編成でございました。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。